霧ヶ浜よくわからん呼び方が。千里ヶ浜ちょっとわからん。いい道、いいね。あと2キロちょい、あれか、見えました、行きつけ大橋。行きつけ大橋を渡れば行きつけ島ですね。いやー、来てしまいましたね。まあ先にね、なんだろう、鹿児島の佐多岬ですっけ、そこ行ってるんでね、こっちの方が行き着いた感じがするんだけど、後にね、佐多岬行ってれば多分ね、佐多岬の方が行き着いた感があったかもしれないですね。はい、行き着き島、行き着き大橋、行き着き大橋です。青い橋ですね。ああ、これはこれで面白い。うん、正面から見ても面白い。ようこそ行き着きへ。風が強いわ、冷て。いやー、すごい。あ、色をね塗り直したってことでとても綺麗ですね。この辺までちょっとだけど、うん、いい橋でございます。日も出てるし、行きつけ大橋渡りましたね。はい、行き着き島に入ります。わー、さて、でラーメン屋さんどこ。孫出しラーメンを探す。190m 先あった。どこだこれ。念願のね、あごだしラーメンいただきました。美味しゅうございました。いい匂い。だしの匂いがね、いいですよ。さあ、これからね、今日の目玉、行き着き島、サンセットロードウェイ、ちょっと行ってみたいと思います。あ、こっちが道の駅ね。帰りに来よう。ニーアン情報によりますと、いきなりパッとね絶景になると。ちょっとね、天気が良くて霞んじゃってるのがね惜しいね。まあしょうがない、晴れてるのに文句言うな。さてさて、どっからかな、まだか。あー、でもこの左が西ですよね。だからこっちに太陽がね沈むんでしょうね。うん、本来なら本当その時間帯にねここ走るのがいいんでしょうけど、でもそしたらね、この近くにね宿取らないとなんかすごい卑怯感ありますけどね。まあでも、うん、昨日の朝といいね。あ、牛がいる。俺牛大好き。昨日の朝といいね、今日の行きつきといい、本当でも晴れててくれてよかったですよね。お、来たかこれ。来たか、牛に注意。まあ絶景だよね。あー、いい道来たー。すげえ、この右側もすげえ、あの上の崖がすごい。
その身、その崖、岩肌というか、すごい。CM の歌歌えとかね言う人いますけど、俺知らないですからその歌すごいよねこの右側の山。よくもここに道路作ったなって感じだよね。まだ灯台まで10分あるのか。結構うん、小さい島なんだか大きい島なんだかよくわからん。はい、牛。あ、ちっちゃい牛もいる。ちょうどね、何の花かわかんないけど、白い花が咲いております。いい時来たな。すげえ気持ちいいこれ。これたまらないですよこれはしょうがないですよ。わあ、カフェがあるの、すげえなすげえ。バス停もあるのこの先になんとか野営場ってのがあって、最初ねキャンプする時だったらそこでしようかなとかね考えてたんですよね。夕日見れるから結構遠いっすね。うん、もっとね、うん、もっと小さい印象でした。ほうほう、もう普通に町というか集落というかお家ありますねなんか公園だけど、本当駐車場あんの？ここ。行ってみるか。灯台まで。灯台灯台。ああよかった。意外と近いではないか。これが大林灯台。もう端っこまで来ちゃった。あー風が、うわー風が、本当の突端だもんね。一大目標のね行き着き島来たんで、あとは走ろうかなあー疲れた。すごいんだこの崖が。大映え灯台行ってまいりました。もういいだろうあそこまで行けばいいだろう一気にねこのまま雲仙目指したいと思います。153キロ、到着時刻5時。長崎じゃないか、朝いたところは福岡か大川市。あそこはねもうなんかじりじり暑かったんだけど、この行き着きのあたりはね涼しいです。おお、あやっぱこっちからもいいっすね。はい、いい感じ。いやー雲行きが怪しいんだけど、どうだろうな、
コマーシャルの道わかんないんだけど。あれなんだろう、あのコマーシャルのね、まあ映し方が上空からというかドローンかなんかわかんないけどね、上の方から撮った映像ですよね。実際に走ってるのとやっぱ違うんだよね。どこだろう、この辺りか、コマーシャルの道は。後でね、宿に着いたらおさらいしてみよう。この辺かな。おお、すげえ、海に飛び込みそう。ここかな。もうどこだかわからん。ここでもすごいんだよ。あー、向こうの壁がすごい。断崖絶壁を見るにはこの帰りの方がいいですね。あの人の真似して撮ろう俺も。まあある程度ね写真撮りました。これはねいくら写真撮ってもね伝わりませんね。実際来てほしいですね。絶対写真じゃ無理。すごいよその正面、正面というかそのトンネルの右側ね。まさにこれ断崖絶壁ってやつ。これすごいよねこれね。へえ、すごい、すげえ。ああ行きつけ大橋が見えます。ちょっとね霞んでしまっておりますけどね。ちょっと道の駅寄ってみるか。橋をバックに取れるところがあれば取りたいんだけど。はい、道の駅の駐車場でね橋をバックにね写真を撮りました。いやいやいや風が出てきた。これはもう逃げましょう。逃げろ。いやーすげえ風強え。早く逃げろ。やばーい、流される。うわー、これ左からね右へ風が吹いております。どうしようってなってんだこれ。